開けたら包まれる焼きたてパンのいい香り、キッチンをカウンターに鎮座する、そいつの名前はホームベーカリー。ドンキホーテで1万800円、ネットで買うより安かった。さらにさらに LINE のお友達になったら500円オフになるクーポン使うたか。もちろんその後ブロックしたよ。ウーバーの助手席に積み込んで、帰りのその足で小麦粉とバターとイーストフードと好きのミルク、ちょっと多めにこたえた。帰ってすぐに焼いてみたよ。焼くのに2時間以上もかかる。完成はなんと夜中の1時。眠い目こすってご飯も食べずにひたすらひたすら待ってたのに。できたのは給食のコッペパンのような味。それから2回ほど使ったきり、キッチンのカウンターで鎮座する、そいつの名前はホームベーカリー。誇りをかぶったホームベーカリー。なんで買ったホームベーカリー、なんで買ったホームベーカリー。パンよりご飯の方が好きなのに。なんで買ったホームベーカリー、なんで買ったホームベーカリー。2キロもかかる小麦粉使い切れず。